ホテルの中にできたのが縁日です。雨の日、暑すぎる日でも天気を気にせずに楽しむことができます。猪苗代町の箕輪スキー場に隣接するホテル、ホテルプルミエール箕輪にオープンした縁日。冬以外でもスキー場を楽しんでもらう取り組みの一つとして先月から始まりました。こちらは射的です。景品の中にはお菓子のほか、かき氷やポップコーンなどお祭りらしいものも。狙うのはポップコーン。あー、そう、気持ちいいですね。ポップコーンゲットです。かき氷やポップコーンは購入して食べることもできます。さらに注目はこちら、東北初の人間クレーンゲームです。2人1組になって挑戦です。手を通せばいいんですね。クレーンになって景品を捕まえるプレイヤーと、スティックを操作して景品まで導くプレイヤーが力を合わせて行います。おお。互いに息を合わせながら大きな手袋をはめた手で景品を掴み取ります。出ましたよ。楽しいです。結構ね、腹筋と背筋も使いますよこれ。天気がいい日には広いゲレンデや駐車場を利用して、ゴーカートや電動バギーなど屋外のアトラクションも楽しむことができるということです。標高も高いところで、夏も涼しいですし、はい、こういったところですね、皆さん体を動かしていただければと思いますので、ぜひ夏のスキー場もですね、活用していきたいと思ってます。縁日や屋外アトラクションは今月いっぱい営業する予定だということです。